東海道五十三次のうち、宮歌劇王八代目、市川段十郎の歌劇王。東海道五十三次を背景にした見立て。八代目段十郎は、火影二年八月、河原崎座で、歌舞伎十八番の歌劇王を演じている。三代目、歌川裕太国が。歌劇王とは、歌舞伎十八番の一つ。平家滅亡後、悪七兵衛歌劇王は捉えられ。 鎌倉門中書にある土郎に押し込められている。その過激を、源氏の味方につけるため、また、平家の長方である青山の琵琶と青葉の笛の行方を、尋ねるために、秩父茂田だと、岩永修練が土郎を訪れるが過激をは相手に、しない。そこで、岩永が過激をの妻であるあこやと娘のと丸を、さらに、平厚森の意地である、歩道丸も引き出して脅すが、 取りどころのないうつけと罵のしるばかりである。それを見ていた重忠だがことと呼吸を用意し、あこやにことを、ひとまろに呼吸を演奏させる。妻や娘の手になる音曲を聴かせて、心情を和らげようという作戦であった。するとことと、呼吸からそれぞれ運気が立ち上る。重忠はこの運気の行く先にこそ、青山の琵琶と青葉の笛があると断じるが、岩永は、 しげただのすることは手ぬるいと、人丸を攻めようとするので、ついに過激きよは怒りを爆発させ大を暴れし、牢を破って、あこやたちを逃がす。それをやらじとする岩永を、よりともこうより三度までは、見逃せとの大せであるとしげただがとどめ、過激きよは、再会を訳して去っていった。この芝居は、牢破りの過激きよとも呼ばれる。 過激をがうを破るという荒ごと芸を見せるものであるが、肝心調や、矢の根のように、終始音曲が入る。また、アコヤとヒトマロがそれぞれ琴と呼吸を演奏するのは、教法17年の9月に、大阪竹本座で初演された、人形浄瑠璃の、段の,の裏かぶと軍旗の影響があるのではないかと言われる。初演は、教法17年中村座。 二代目、市川團十郎の過激をとされるが、この時上演された内容が浪衣炙りであったかどうかは、不明であり、浪衣炙りをする過激をで間違いないのは原文4年7月の、市村座、初田草通り、蘇我の四番目に、菊獣、栄過激をの下台で上演されたものだという。この時の過激をは、市川海老蔵で劇説を使った。 牢を破るという趣向の過激をは、團十郎以外の役者も演じていたが、二代目團十郎が演じて以来、牢を破りの過激をは、市川家のお家芸となった。後に、天保十三年三月、河原崎座で五代目、市川海老蔵が過激を演じたとき、それまで劇説や、大札ぶしを使っていたのを改めて、時はずしとした。ところが、この興行中に海老蔵は、 幕府から、お咎めを受け、工業は即刻中止。エビゾ本人は、手錠の後、江戸十里司法追放の処分となり、過激世は牢を破って手錠を食いと、世の人から言われるに至った。過激世の衣装に、本物の鎧を着込んでいたのが処罰の理由になったという。このことからエビゾの子である九代目、市川團十郎は、團十郎家にとって、縁起の悪い芝居であるとして、 この歌劇を演じることはなかった。その後、明治41年の歌舞伎座で、9代目、團十郎の弟子である8代目、市川駒蔵が歌舞伎18番の歌劇を演じた。さらに昭和48年には10代目、市川海老蔵が上演し、およそ100年ぶりに、團十郎家の役者が歌劇を演じたが、この時時は図節をやめて、大札摩説に戻した。 12代目團十郎は、その後2回ほど歌劇用を演じている。令和2年には11代目、市川海老蔵が13代目、市川團十郎百円を襲名するにあたり、同年7月の歌舞伎座での7月大歌舞伎工業で、歌劇用が上演される予定である。なお、現行の舞台は、舞台正面及び左右が、すべて黒い岩組で中央の洞に、 呂講師がハマるという大道具であるが、古くは、肝人帳のように、能舞台を模した舞台の中央に、土郎の作り物が置かれるというものだったようである。ありがとうございます。